はい皆さんこんばんはジャーナリストの岩上康みです。と言いながらですね私今ちょっとですね <laughs> あのもうつくなり、えー、オリオンビール麦職人とか一杯ぱい,い,ただいております、えー、ちょっとあのもう夜もですねそこそこ老けてまいりましてしかも人里離れた山の中今は私はどこにいるのでしょうか、えー、ここの住民の方にお話を伺いたいと思いますこんばんは。<laughs> あの一杯お飲みのところ申し訳ないんですけれどもここどこここなんでしょうはですね沖縄県東村東村といいますと沖縄県の北の方に位置する北の方に沖縄県の本島の一番上が国頭村国の頭と書くんだけど国頭村でその下に東村はい。 というのがありまでそこに今あなたはいらっしゃるとそうなんですちょうど都合のいいことにしかもんていう地図あるじゃないですか今そうですねこれが東村これが国頭村だいぶ北の方まで来てますねこれが東村ねえこの辺にありますさっき宜野湾にいてですね宜野湾市にいましてですねえ伊波洋一さんとお話をしてたんですよ はい。技能湾氏が出てきました。技能湾氏。技能湾。今はここね。ほほ<あ>。このこの辺が今高いです。高、はい。この東村、うん、で、えー、天馬技能湾氏はこの辺です。この辺。那覇からですね技能湾に来てそれからこちらまでドライブしてたんですけれども私あの日頃の寝不足がたたってずーっと寝ておりましてですね二時間ぐらい爆睡しておりました。あちょっと。 道のりがよくわかんないんですけれど、途中真っ暗でしたね。そうですね。<俺>あれ<の>山の中ですか？はい、山の中です。あのこの辺は、えー、ヤンバルという言われたところ。ヤンバル。えー、クイナのヤンバル。そうです。山とハラッパのハラを書いてヤンバルと読みます。なる、うん、で、あのうん、本当にこのヤンバルっていうのを言われてて、<え>まあ、まあその名の通り。 ヤマ原っぱと原っぱはそんなないんだけど実はええ自然豊かなところ森、森だよ森がいっぱいいんですねで、タカエというとそうですすいませんけれども住民の方にお聞きしたいんですけどお名前を教えてくれあすいませんはじめましてイサと言いますあ、イサ、イサさん先ほどイハさんと会ってたんですあそうなんですいイ繋がりであ、イイツナガリでイサさんいい、友達なんですねいい友達結構もう飲んでらっしゃいますはい、すいませんあの 結構、これ、これ美味しそうですね。さっき、クれ美と言ってたですね。これ。残波。残波。はい。これはね。はい。これもぜひ。すごい、これ、青森ですか。はい。これは。これは、女村の。ええ。あ、すみません。読谷村の。お酒です。残波岬っていうのがあるんだけど。うん。そこの。近くの。なるほど。これは、もう、すみません。さっきから、ちょっと、つまましていただいてるんですけど。 あのの刺身なんですかこれはねよくわかりますね多分マグロとええ酒になってきたのでちょっとわかりませんけど差し入れで切ったお魚を今僕がこう切りましたそうですかレモンを絞ってですねいただいてるんですよそしてこのね琉球島唐辛子を入れた あ刺身醤油でですね頂、うん、い,いておるといいですねうん、うん、大変あの異国情緒あふれるいただき方をしてるんですけどす、ね、なんかそこにあれ <laughs> 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 映ってはいけないものを <laughs> 映ってはいけないものが <laughs> <laughs> すいませんはい <laughs> はい。はい <laughs> 健子、えー、さんがなぜかそこでいっぱいやってるんですけれども、うん、え奇、ー、遇ですね <laughs> こんなとこでお会いするとは。あ本当だまあびっくりということでですねこの高江で、うん、その「ヘリパッドいらない住民の会」とかっていうものがあってそちらで伊佐さんは活躍されているという話を聞いたんで、うん、まあその話も交えながら山々、はい、お話を、はい 私は沖縄まで来てですねいろいろ沖縄の人の最近のこのご機嫌はどんなもんだろうと多分ご機嫌斜めの人多いんじゃないかなと思いながらですねご機嫌を伺いしているわけなんですけどどうでしょうちょっと読む話から参りたいと思うんですけどねそうですねうん、ご機嫌はよろしくないでしょうねよろしくないよろしくないやっぱりあの それはとりわけ去年のですねオスプレイ配備以来ですかいやもうずっとですねずっとですかこれはもう戦後何年ですかね68年なのかな今年はまあそれはずっと沖縄にはこのねの過去の戦争の後に軍事基地を押し付けられてそれがいまだに続いているっていうことは もういい加減にしろというのはあの、まあ、沖縄の人たちの気持ちだと思うんですよね。うん、で,ねでいつまでたってもその状況から抜け出せないのかというような形です。うんうん、でま過去にもいろいろなあの問題たくさんあるけれども、たぶ、うん例えばまあつい最近ではまあ、去年のことから言えばオスプレイの配備とかあのそういうことが 押し付けられてくるっていうのはもう本当に我慢の限界だろうなという気はしますけどね。伊佐さんはいくつなんですか？ええ僕は五十一歳。はい。五十一歳。ええこの高江で生まれそうだったんですか？えっとね僕はね沖縄市っていうところで生まれたんですね。あの古座昔は。そうです。合わせ合わせ合わせえっとね。 沖縄性なんですか、日向？日向<方>。のみみみみみんな何にらかだっけ？海海えらか。海えらか。海えらの近くで来ましたうであの、はい、はいとこですね。沖縄市になったのはもうちょっと、えー、合併して沖縄市になったんだけど、はい、僕が生まれた時は三サ村、<ー>美しい里とか言ってミサ村なんですけど、でそこでま生まれてずっと過ごしていました。でまあそこは。うん 二十何歳かなまでいて、うん、でまあここに越してきたんですけどね、うん、ちょうど半分半分ぐらいかなご連な感じあの五十一歳というと僕より二つ下ですけど、うんうん、僕らもまああの戦後世代でねまあ戦争というものから、うんうん、終戦してからねだだって生まれてるんですがでも多分東京までのこの 戦後何年かと、うん、それから沖縄での戦後何年かは多分違ったと思うんですけど久、うん、さんが生まれ育って物心ついた時のこ座の状況ってどんな感じだったんですかそうですねあの、うん、生まれ育った、うん、ええーね、まあちさな時は本当にあのーうん、今合わせ干潟の話をしましたけど、うん、合わせ干潟に行って、うん 阿武隈潟だけではない、今問題になっているところではない、中越湾っていうようでするに大きなあの湾があるんですけど、うんうん、まあそこで、えー、あの貝を取っ、うん、アサリを取ったりって、はいえー、取って夕食に、えー、したりとか、うん、っていうようなの自然環境は割と豊かなところだったんですね。うん、でだけどその合わせにも、えー、実はいつも行くんだけどやはりそこには 米軍基地の通信施設があります。<ー>今,今でもあるんだけど<ー>で通信隊っていうのがあってそこの近くで潮干狩りをしたり、うん、というような海水浴をしたり、ねうん、っていうのがありました。で合わせですから例えば東側を見るとカツレン半島っていうのがあってホワイトビーチっていうのがあるんですね。うんうん、でホワイトビーチは 米軍の源泉が寄港するところうん、うん、というのがあるで合わせは合わせの通信施設がある、うん、で、えー、西側には嘉手納飛行場があるでちょっと、まあ、その近くから普天間飛行場も近いし普天間飛行場からヘリコプターが合わせ近辺を通,通っていって普天行っていって ホワイトビーチ付近を通って行って北に飛んでいくっていうあの風景はよく小さい頃見ていたんですね。でいつもヘリコプター飛んでるなと思ってたわけで思っていたらで実はその飛行、えー、ヘリは、えー、キャンプ・シュワーブ金とかね、えー、ギノザとかでここ北部訓練場に飛んでいった飛行機なんあヘリなんだ。 というのが、ここに来て分かったんです。ああ。で、幼い頃から、要するに見てはいるんですよね。あの、あ、ほう、ここっていうのは、キャンプシ場ですか。えっとね、ここは北部訓練場。北部訓練場。うん、北部訓練場。あ、そうか、そうか。キャンプシ場っていうとね。キャンプ場ですからね。そうそう、そう。名古名護とか辺野古とか。その辺から。えその辺に飛んでくるの。それから、北部訓練場に飛んでい、っていたヘリたちがいつも。 えー、小さい頃からそのヘリコプターとか見てるんだよね見てるけど実はそれはただ単に通ってるだけでうん、うん、その飛行,、えー、飛行機やらヘリコプターがどこで何をしてるかっていうのがよくわからなかったんですねだからそういうところには住んでいました、うん、い,つもいつも何かしら飛んでいる嘉手納から飛んでいる普天間から飛んでいる、うんうん、っていうようなところに、えー、小さい頃は住んでいました。それは演習のためだけじゃなくて、うん 当時としてはあの朝鮮戦争ですかそれともベトナム戦争ベトナムですねベトナムですから、うん、ベトナム戦争の時代、うん、その実戦は行われてるわけですから B52 とかが,、うん、がも飛んでたんですよね、うん、であまあほんとに幼い頃ですからそんなに、えー、鮮明には覚えてないけど嘉手納飛行場の近くを通ったら、うん、B52 の、うん でっかい機体があるわけです。うんうん、この、えー。あるはこの何て言うかな？フェンスの向こう側なんだけど。垂直尾翼のすごい高い大きい桶、うん、で、それがあの向こう側に見える。うん、っていうような。ことはありましたね。うん、本当にでっかいんだよね。うん、で音もすごくうるさい。うん、そういうのが幼い頃の。 あの記憶としててまだ残っていますその B52、うん、第二次大戦の時もね、うん、稼働したわけですよねうん、うん、であの本土にも空襲に行ったわけですけれどもこの戦争が終わったんだ平和な時代が来たんだっていうような実感というのは子供の頃はなかった。<あ>もう戦争がやっぱり何か まあ、あの自分たちが戦争に巻き込まれてるんではないけれども、うん、戦争はすぐ近くにあるってそんな感じがやっぱりしましまたからあまり感じなかったですねそれはもう生活の中でいつもいるからそれが普通に戦争兵隊もいるし、うんそうね、米軍もいるしそれはあまり感じなかったですけれども、うん、でもい,いつも米軍とはいつも隣り合わせにいるなという気はしました。うんうん、で まあそういうこともありつつしかし反対を運動している人たちもたくさんいて、うん、まあそういう人たちのいろんな意見,あの意見も教えも、うん、聞くことはありましたご家族の中にやっぱ戦争の犠牲になってしまった、うん、戦争の痛烈な体験をした方っていらっしゃいますえっとはい私の父親の兄弟、うん、2> えが2人。 戦死をしていますでそのおじさんが二人で祖父おじいさんは一度も見たことがないでぐらい亡くなってですから私の父親は三男なんですねで長男次男が戦争で亡くなって三男だけは なんとか戦争から守りたいっていう思いですごく可愛がられたとこの子だけは何としても生かしたいっていうような話があのこの高江の方に来てヘリパッドの建設に今反対してるってことですけどこういう反戦とかあるいは反基地とかという運動というのにはんかもっと前から関わってたんですか えそれはあの普通に周りの人もいるし父親も反戦活動していますので集会があれば行ったりもしていました。うんうん、で、まあ、青年の頃っていうかな1718、うん、の頃も、まあ、単独で行ったりはしていましたけど。うんうんうん